はい、山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、日曜日なんですけども、あいにくの若干雨で風もあり寒い、昨日もなんか天気悪くて、土日がですね、あんまりこうバイク日和じゃないなっていう感じなんですけども、昨日ですね、鈴木の V ストローム 650XT の2018年モデル黄色の新車をですね、お客様に朝一でご納車させていただきました。ありがとうございました。ホンダの 400X からですね、乗り換えということで、今回ですね、新車でご契約冬の間いただきまして、昨日お届けというふうにさせていただきました。あとはですね、その方は地元の酒田市の方なんですけども、午後からですね、新潟市からわざわざですね、当店にトランポで来ていただいてですね、川崎の Z125 Pro、 当店の中古車在庫車両だったんですけども、そちらをですね、インターネットを通してご購入いただいて、昨日引き取りにご来店されて、この車の方をさせていただきました。なんとですね、このお客様は初めましての方ではなくてですね、うちの YouTube で最高回生数を誇るんではないかと思っているんですけども、スタッフまゆのですね、はやぶさ売りますということでですね、動画撮って、その姉のはやぶさをですね、ご購入いただいたお客様だったんです。2年ぶりくらいにお会いしてですね、まだうちのことをですね、覚えていただいてて、通勤用として Z120 欲しいなって思った時に、うちを思い出していただいてですね、うちからまた買っていただいて、本当にですね、こういう風にしてまたご用意いただけるのもすごく嬉しいなという風に思っておりましてですね、昨日来ていただいた時に奥さんと一緒にいらっしゃるんですけども、新潟のですね、もう1個このくらいあるようなイチゴをですね、スタッフ全員分ですね、買ってきていただいて、もう本当に今日の朝のミーティングで、ごちそうになりました。ありがとうございました。もうめちゃくちゃ高級いちごですね。いや、本当美味しかったです。ありがとうございました。はい、でですね、あとは昨日アドレス V50 も当店の中古車両ですね、ここご納車させていただきました。なので昨日は3台ご納車させていただきました。いい週末でした。本当にありがとうございました。で、今日はですね、これから SV650X のご納車がありますので、今日も一日ですね、頑張っていきたいなと。今日はそうですね、あとは修理の引き取りがあるんですね。はい、そんな感じで今日も一日ですね、頑張っていきたいなというふうに思っております。みんな今日の朝食べたいちごパワーですね、今日も元気全開で営業していきますので、いや、本当美味しかったですね、いちご美味しかった。まあそんな感じで今日も一日頑張りたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。